自分の目の目前にいるその部下ですのね人生を大切にしてあげてほしいと思うんです<ー>人生を預か,かってるってその部下の人たちの長い人生のある時のそのひとときを預かってるんだって人生を預かってるっていうあの気持ちが大切だと思うんですねそ,のそういうふうに思ったら人間と人間としての付き合いができると思うんですね。そ、はい、そしたらその一つ 要するに部下を叱る時でもそこにはやっぱりよくしてやりたいというただ叱る一方じゃなくて要するに君を変えたいんだ君を成長させたいんだという愛情込みの叱り方になると思うんですねだからじゅの上司の方は部下の人生を預かっているっていうことを忘れたらだめでその時をただ一つの道具として駒として使ったらだめです いやそれは人間同士の大切なことですね、うん、で人生を預かってるからその人生をあのその部下たちの,あの人生を預かってるそ,のそしてその部下たちがあの上司のもとで自分はやってよかったと思わせてやろうというその気持ちが大事ですよねそしたらそこにはいつもどんな同じことを言っても、まあ、人は愛情というかっこいい言葉を言いますけど <laughs> そんな現場では そんな愛情とかなんて考えている場合ではないしもっともうぶつかり合いしている時はもっと必死でやってますけれどもでもその時に この部下の人生を預か,預かってるんだってこのこの部下をより良い人生より良い人生を歩んでほしいより良い人間になってほしいそのお手伝いをしたいというこういう気持ちがどっかにあったら当たり方も違うと思うんですね。はい、そうしたら部下もこっち向いてくれるいつか分かってくれると思うんですね。人生を預かってるっていうことを忘れたらダメやと思います。私は戦士の人生を今あの子たちの人生の中のすごい大切なひと時を預かってるっていう気持ちは絶対。 忘れてないつもりです。いつも。